スー、アン5027、スタン、ジェーンと人間の比較ティラノサウルスの標本は、これまでに発掘されたティラノサウルスレックスの著名な標本を時系列順にまとめたもの。現在ティーレックスとされる標本で最初に名前がついたのは、1892年にエドワード・ドリンカー・コープがアメリカ・サウスダコタ州で発掘した一点の脊椎骨。 アン3982に基づいて命名したマノスポンディルスギガスである。コープはこの化石をケラトプス化に属する恐竜のものとみていた。1917年コープに支持していたヘンリー・フェアフィールド・オズボーンは自身の論文でマノスポンディルスとティーレックスはシノニムの関係にある可能性を指摘しているが化石が断片的すぎることからオズボーンは両者を 同一種と結論付けてはいない。2000年6月、かつてコープがマノスポンディルスを発掘した場所から、ティーレックスの化石が発掘された。この化石は1892年に発見された化石と同一個体のものとされ、マノスポンディルスとティラノサウルスが同一種であることが実際に確認されることとなったが、そこでコープの命名した。 マノスポンディルスギガスという名前の方に優先権があるのではないかという論争が生じた。しかし、2000年1月1日に発行された国際動物命名規約第4版に定められた規定により動物命名報告最新議会が強権を発動して学名ティラノサウルスを保全名としたため名称の交代が行われることはなかった。2番目に命名された標本は 1900年にアメリカ自然史博物館のバーナム・ブラウンがワイオミング州で発見したアン5866である。この標本はオズボーンによって1905年にディナモサウルス・インペリオススと名付けられた。ちなみにディナモサウルスが報告された論文中で t ッ e x も報告されたが両者ともに共通する部位がほとんどなかったためオズボーンは別属として記載していた。 翌1906年にはオズボーンによって T レックスと同一視されるようになったがディナモサウルスではなく T レックスが学名として残ったのはたまたま論文中で先に書かれていたのが T レックスであったためである。初めて最初から T レックスとして記載された標本は1902年にブラウンが発掘したアン973である。ブラウンはオズボーンにこの化石の情報を送り、 3年後の1905年に、オズボーンが T-Rex として論文に発表した。最近この標本の再検討が行われ、全長11.9メートル、体重7.4、四4 6トンと見積もられた。1905の論文では、小さな前腕部が共通するという点で、ジュラキに生息していたカルノサウルス類と比較された。太平洋戦争勃発後の1941年、 案973は日本軍の爆撃の脅威から守るためにアメリカ自然史博物館からピッツバーグのカーネギー自然史博物館に売却された。これに伴って登録番号は CM9380 に変更され現在も同博物館で展示されている。案5027は1908年にブラウンがモンタナ州で発掘。 オズボーンが1912年と1916年に報告した。初期に発見されたテーレックスとしては最も保存状態が良く、それまで知られていなかった完全な頸椎と頭骨が含まれていた。この標本をもとに復元の見直しが行われ、カルノサウルス類との相違点がよりはっきりとわかるようになった。オズボーンによって、前述のアン973と合わせ初めて、 全身骨格の復元が行われた。以前はカンガリュー様の王を地面につけた姿勢で骨格が組み立てられていたが、その後の研究成果を踏まえて地面に対象を水平にした姿勢で再現された。カナダのロイヤルティレル古生物学博物館が所蔵する RTMP81.61 は1980年にアルバータ州で発掘された。ニックネームのブラックビューティーは、 化石化の過程でマンガンが染み込み美しい黒色を呈していたことに由来する。1980年、当時友人たちと釣りに来ていた高校生、ジェフ・ベーカーは菓子に大きな骨が露出しているのを発見し、高校の教師に知らせた。それからすぐに博物館に化石発見の連絡が入り、1982年から発掘作業が開始された。後の研究で、 ブラックビューティーは他の t レックスの生態と比較してかなり華奢であることが指摘されており、このため亜生態だったと考えられている。ブラックビューティーは多数のレプリカが制作されており、スウェーデンストックホルムの自然歴史博物館をはじめ、世界中でその全身骨格を見ることができる。日本では茨城県のミュージアムパーク、 茨城県自然博物館と福井県の福井県立恐竜博物館で展示されている。B3033 は1987年にサウスダコタ州ハーリング群バッファローにてブラックヒルズ地質学研究所のチームが発掘した。ニックネームのスタンは発見者のスタンサクリソンに由来する。 現在までに発見された T レックスの標本中、数に次最も保存状態が優れている。全長は11.8メートル、体重は5.9トンから10.8トンと見積もられた。他の T レックスと同様に、スタンの頭骨や肋骨など至るところに受傷痕が確認できる。最も大きな傷は後頭部から首にかけて存在し、おそらく他の T レックスの攻撃によりつけられたと、 考えられている。これらの傷はいずれも治癒根が認められるため、スタンは受傷後も生存していたことがわかる。またトリコモナスに感染した痕跡も確認された。スタンはブラックヒルズ地質学研究所によって全身骨格のレプリカが約30点制作され、世界中の博物館などに約10万ドルで販売された。 主な展示施設は、インディアナポリス子供博物館、ニューメキシコ自然史科学博物館、国立自然史博物館、オックスフォード大学附属自然史博物館、オスロ大学附属自然史博物館、日本でも、国立科学博物館や北九州市立命の旅博物館で展示されている。アメリカ陸軍工兵司令部所有のモア555は1988年に、 モンタナ州のチャールズ・エム・ラッセル国立野生動物保護区内で発掘された。ワンケルレックスというニックネームは発見者である牧場主のキャシー・ワンケルにちなむ。ワンケルレックスはアメリカ陸軍工兵司令部の協力のもと、ジャック・ホーナーをリーダーとするロッキー博物館の調査員たちが発掘に当たった。頭蓋骨を含む骨格の約46%が保存されており、 中でも初めて完全な T レックスの前足が見つかったことが重要な点に挙げられる。全長は11.6メートル、体重は5.8から10.8トンと見積もられた。全身骨格のレプリカがスコットランド博物館、オーストラリア化石鉱物博物館、カリフォルニア大学附属古生物博物館などで展示されている。ワンケルレックスの死亡時の年齢は18歳で、 まだ成長しきっていない、アセータイであったと考えられている。ワンケリレックスは、化石骨の中に、生物分子が残っているかどうか調査された、最初の標本であり、メアリー・シュワイツァー博士によって、ヘモグロビンを構成するヘムが発見された。オリジナルの化石は長らく、ロッキー博物館に貸し出され、そこで展示されていたが、2013年6月に、 スミソニアン協会の国立自然史博物館に50年間対応することで合意した。2013年10月から2014年春まで一時的に展示され、2019年から展示が再開される予定である。日本では愛知県の豊橋市自然史博物館や群馬県の神奈町恐竜センターなどで復元骨格のレプリカが展示されている。特に カンナ町恐竜センターのものは屋外設置面に右半身骨格を置いて山上を再現しているという特殊な展示スタイルで触るだけでなく上に乗ることも許可されている。シカゴのフィールド自然史博物館が所有する FMNHPR2081 は1990年にサウスダコタ州のシャイエンガーインディアン居留地で発掘された。 ニックネームのスーは発見者である、古生物学者のスーザン・ヘンドリックソンに由来する。スーは、現在知られている T レックスの標本中、90%以上、残存と、最も保存状態が良く、なおかつ最大の個体である。全長は12.3メートル、腰までの高さは3.66メートル、体重は8.4から14トンと見積もられた。 1990年8月にヘンドリクソンら、ブラックヒルズ地質学研究所の研究者たちによって発掘されたが、後にこの化石の重要性に気づいた地主との間で所有権をめぐり紛争が発生、FBI も介入し裁判が行われた。そして1997年10月にオークションにかけられフィールド自然史博物館が760万ドルで、 落札した。これは、化石標本に支払われた金額としては、史上最高額である。門外不出とされているが、2005年の恐竜博2005において、数公開5周年と日本での生の全身骨格展示を記念して、実物1点が特別に貸し出された。2013年から恐竜博2005の開催地の一つであった。 福岡県の北九州市立命の旅博物館で復元骨格のレプリカが展示されている。RSMP2523.8 は1991年8月にカナダサスカチュワン州のフレンチマンリバー系にて地元の高校教師のロバート・ゲハルトとロイヤルサスカチュワン博物館の学芸員ティーム・トカリックが発見した。1994年6月に トカリックをリーダーとするチームが発掘に取り掛かり、クリーニング、研究、展示のため発掘地点にほど近いイーステンドという町に博物館の研究室が設置された。スコッティの名前はトカリックらが現場でスコッチウイスキーで祝杯をあげたことに由来する。1995年に調査は一旦終了したが、1998年に 未回収の骨が見つかったことで調査が再開され、2003年に完了した。ちなみに、1995年に、スコッティの発掘現場から数キロ離れた地点から、ティラノサウルスのものと思われる巨大なクソイシが発掘されている。2005年に、国立科学博物館などで開催された、恐竜博2005において、オリジナルの頭蓋骨が、スーやトーマスの標本と共に展示された。 また、恐竜博2016では、全身骨格のレプリカが展示された。2019年に、学術誌、ザ・アナター・ミケルレコードに掲載された論文では、全長約13メートル、推定体重8.8トンで現在発見されている、ティラノサウルスの中で最大かつ最も長寿であると、されている。モア980は、1997年に、モンタナ州で、 ルイス・トレンブレイによって発見された。ペックズレックスの名前は発見地にほど近いバレー軍の町、ホート・ペックに由来する。ペックズレックスは初めて第三、中手骨が確認された標本としてよく知られている。オリジナルの化石を使用した全身骨格がロッキー博物館に展示されているほか、レプリカがメリーランド科学センターやカーネギー自然史博物館に展示されている。 インディアナポリス子ども博物館が所蔵する TCM2001.90-1 は1998年にサウスダコタ州ーミード群のフェイス近郊で発見された。バッキーのニックネームは発見者である牧場主のバッキー・デフリンガーに由来する。発掘とクリーニングはブラックヒルズ地質学研究所が担当した。初めて股骨が確認された標本としてよく知られており。 この発見によって鳥が恐竜から進化したことが裏付けられた。現在、オリジナルの標本はインディアナポリス子供博物館でスタンのレプリカと共に展示されている。日本では恐竜博2011にて最新の研究成果に基づき、しゃがんで獲物を待ち伏せる姿での復元骨格が展示された。2015年からはスタンに代わって、 国立科学博物館の地球館地下1階の常設展示となっている。BMRP2002.41 は2001年夏にモンタナ州で発見された T-Rex の若年個体、もしくは別属のナノティラヌスと考えられている標本。イリノイ州、ロックフォードのバーピー自然史博物館のマイケル・ヘンダーソンをリーダーとするチームが発掘し、活動支援者のジェーン・ソレムにちなんで、 ジェーンのニックネームが与えられた。現在は東博物館で収蔵、展示されている。死亡時の年齢は11歳で、全長6.5メートル。体重は639キログラムから1269キログラムと見積もられた。体格に比して、足が大きく、かなり速く走れたと見られている。モア1125は、モンタナ州のチャールズ・エム・ラッセル国立。 野生動物保護区内で発見された。b ックスの名前は発見者のボブ・ハーモンに由来する。2001年から2003年にかけて、ロッキー博物館のチームが発掘に当たった。2005年3月、ノースカロライナ州立大学のハイビーシュワイツァーは、サイエンス市場で b ックスの大腿骨から難組織の回収に成功したと発表した。 論文では血管様の組織と弾力のある骨気質様の組織が報告された。もしこれがオリジナルの組織であれば DNA 抽出などの可能性が広がるが一方でこれが本当にティラノサウルス由来の組織であるか疑問視する意見も多く寄せられた。2016年、シュワイツァーラは鳥類との比較検討を行い産卵期のメスの骨髄組織とビーレックスの組織が 非常によく似ていることを発見し、b l ク x の難組織はオリジナルのもので間違いないと結論付けた。ラックム7509は2003年にモンタナ州カーター郡にて地元のアマチュア古生物学者のボブ・カリーとロサンゼルス軍立自然史博物館のルイス・キアッペが発見した。同年中にキアッペをリーダーとするチームが発掘に取り掛かり、発掘された化石は 博物館に収蔵された。トーマスの名前は発見者であるカリーの兄弟に由来する。2008年当時発見されていた中では最も新しい時代のティラノサウルスの個体であり、ヘルクリーク類層のうち極めてケーピコグラム教会に近い層ひとしから産出している。発掘は2003年から2005年にかけて行われ、2008年3月末時点で70%の 組み立て作業のうち70%が完了した。2005年に国立科学博物館などで開催された恐竜博2005においてオリジナルの葉の化石がスーやスコッティの標本と共に展示された。メガバイト R91216 は2010年に化石ハンターのクレーグ・プフィスターがモンタナ州のカーター軍で発見した。発掘後、この標本は オランダ人銀行家のニールズ・ニールセンが買い取り、研究と展示のためベルリンのフンボルト博物館に貸し出した。トリスタンという名前はニールセンの息子に由来する。ありがとうございます。